LINE で寄せられた視聴者の疑問を調査するモンスケ調査隊。今回の調査依頼はこちらです。投稿者がヒヤヒヤしながら運転するという札幌の危険な交差点を取材しました。 HBC 報道部に届いた一本の動画。投稿者が運転する車は札幌市中央区の交差点で止まっています。信号が青になると右側の車線から黒の乗用車が車線変更をするように前に入ってきました。しかしこの直進、実は交通違反です。ヒヤヒヤしながら運転しています。どうにかならないものでしょうか。動画が撮影された札幌市中央区南四条西7丁目の交差点に早速向かってみました。3車線のうち左の車線は左折と直進、真ん中が直進専用、そして右の車線は右折専用レーンです。ただこの右折専用レーンから直進する車が多く危険だというのです。今右折専用レーンからそのまままっすぐ車が直進していきました。1時間半交差点の様子を見てみると4台の車が右折専用レーンから直進していきました。中には車同士が接触しそうになる危険な場面も。なぜこのような状況が生まれるのでしょうか。札幌市の担当者に取材をすると、看板を見ていただくという格好になりますね。実際に車内から見てみると、進行方向を示す標識は道路の左端についていて、右折専用レーンからは距離があります。すべての車線から見えやすい道路をまたいだ標識が設置された場所もありますが、ここでは上に電線も通ってますし、あと、高さの関係だとか市電があるため設置が難しいと言います。そこで市は3年前に1箇所だった標識を交差点の100メートルほど手前にもう1箇所増やしました。それでもなかなか違反はなくなりません。スピード落とされて走行していただいて、車線変更をきちっとしていただいて、ちゃんとした車線に入っていただくというのは基本だと考えてます。事故を防ぐには標識や他の車、歩行者を落ち着いて確認できるスピードで運転し、交通ルールの基本に立ち返って安全な運転を心がけることが何より大切です。